はようございます。本日のオーケストチャプターコンサートは、コンフレッツアートンカムのワークショップの報告ということで進めさせていただきます。先週、トヨタで参加してもらいました。通常のトレーニングとは違ってですね、まあ、こんな感じで、向かうの方々が、ただ、まあ、小分類からね、実情についていろいろシェアをしてたという時間でやりました。まず冒頭で、なぜビジターを招待するのか、こういう問いかけがありまして、まあ、大きく分けてね、2つの考え方があると思うんですが、まあ、1つはです、ね、新しいメンバーの可能性と、新しいビジネスの可能性。まあ、どちらもこれは別に、どっちが正しいとかっていう話じゃないです。どっちも正しいですね。ただ、メンバーの立場からすると、ついついこの1番、新しいメンバーの可能性という目で見てしまいがちではないでしょうか。しかしながら、実際じゃあ、石田さんはどういう視点で見ているのか、ということも考えなくてはいけない。実際ですね、BI というのは、文字通り、ビジネスミーティングですが、皆さんが参加するのができないでしょうか。売り上げが増えるんですね。そうすると、ビジターさんも、その保護定例会に参加して、売り上げにつながるかどうか、まあ、すなわち、ビジネスの匂いがするかどうか、こういうことがポイントになるんじゃないでしょうかね。こんなふうに、ね、お金になりますね。やはりその定例会の中で、ビジネスの匂いを感じられるのであれば、メンバーとしての参加する可能性が高くなりますが、そうでなければ、メンバーとして参加の可能性が低いです。もちろん、来られたビジターさんに対してのおもてなしというのは必要なんですけども、ただ、おもてなしだけで入会するかということも考えないで、実際にその各社で取り組まれた中で、少し気になることが、ね、ありましたので、ご紹介したいと思います。一つは、ビジターさんに向かってリファラル宣言しましょう。まあ、これ、業種によってちょっと向き不向きはあると思うんですが、こういった小売業とかね、店舗型のサービス業とかだと、割とこれは言われてました。僕も実際見学に行ったチャプターで、今度、相当に動かしたいと思いますって言って、プレゼンしたかったです。そういったのは、まあ、人によっては、ね、かなり有効かと思います。もう一つですね。これ、リビングミーティングって言って、まあ、あまり聞いたことがない方がいるかもしれませんが、三河のチャプターでもその定例会が終わった後に、ビジターさんとタコを取ってビジネスの話を聞くっていうところもあったんですが、それを、ね、これイタリアの例らしいですが、定例会前にアポを取って、ワークマシンを持ってね、主に、まあ、ちょっと写真撮られますけどね、こういったシートを持って、でこういったシートに基づいて話をしていたけれども、ビジターさんからすると、割とこう、驚かれてるんです。まあ、考えてみたら、こういうビジネスに関してこういったシートを持っている団体ってそう他にはないと思います。で、これを持っていって、ひたすらビジターさんのことを検証するんですね。で、これは終わると、あ、どうも今日ありがとうございましたって帰るんですが、まあ、ひたすら見るだけをしにということからギビングミーティングと言われていますが、なんだ聞くだけ、聞きに行くだけかと思われるかもしれません。しかし、なんか聞かれてる側からするとどうでしょうか。ひたすら聞かれ続けると、あなたの話をしてください。あなた話しなくていいんですかっていうことになります。そうしたらいいんですかと言って、あらかじめ用意していた自分のアンドマシンと持っていて自分のビジネスを話して、でガッチリピーだ、こういうことで、どうもこれイタリアの例だと、これビジターコースが得られたと思います。でこれビジターコースからやるとなぜ行くかというと、定例会のビジターオーディションを考えたと思います。また後日ちょっとね聞きに行くということになります。で実際に、自分のビジネスを、ね、PR するので、イタリアだとそのビジターホストをやりたいとかなと言われています。まあ、もちろんこれチャプター全体でやることなので、誰が担当するかというのはチャプター全体として戦略的に考える必要があったと思います。で実際に応用はというと、これに取り組んだイタリアは実際にヘッドメンバーセットと言われていますし、で日本で取り組んだのが名古屋の MJ チャプターさんが確か1年で13名増えたということです。で、もう一つが、アンダーテチャプターさんが確か年間で17名増えたと言われています。で、まあ、今期、私たちは3月末で55人という目標を掲げていますので、まあ、一つこういった手法もこう検討余地があるんじゃないのかな、こういうことで今回、紹介させていただきました。ということで、本日の本格スクールを終わります。ご清聴ありがとうございました。